はいどうも皆さんこんばんは、しもです。さあ今回もホライゾンゼロドーンやっていきましょう。でコメント欄でさ、アーロイが男だと思ってたって人もめっちゃいて、あと吉田沙織にしか見えないとか、お前ら失礼か、お前らアーロイに失礼か。確かに確かになんかたくましいけれど言い過ぎだろ。男にしか見えないっていうか、ガチで男と勘違いしてた人がいっぱいいたみたいで、大人になってから女だから、え、なんで女なのみたいな、めっちゃいたよ、びっくりした。まあ、確かにわかるかもしれん。はい、ということで、パート1とパート2はね、だいぶムービー続きだったんで、なに、R1 で機械の倉庫版を破壊できる。訓練用ダミで試そう。ロストを探しに行こうかと思ったら、R2。小型の機械を点灯させられる。なるほど。R2。へぇ、これ、槍使ってんのか。槍使ってるね。これが近接か。あ、近接いいね。あ、これが近接か。近接は別にあるね。R2 で敵を、ちょ、喋ってるから俺今転ばして、で R1 で普通に近接攻撃だ。なるほどね。これで装甲を外すってことね。あそこで何してる。あそこで何してる。あれロスト立ってる。一体どうしたんだ。ただ突っ立ってるって。ただ突っ立ってるのも面白いけどな。本当だ、眺めてる。どうしたロスト。アーロイ来たか。あ、ここでも選択いいね。追跡が得意でよかった。空気読めなすぎだろ。何をしていただね。今朝は狩りに行くって誰かさん言ってなかった。ああ忘れてはいない。お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだな。だがまだ教えてないことが一つある。学ぶ意思は？もちろん、あなたの教えは全て受ける。最近少々問題があってな。この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。暗息の地へ降りて、炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。炎の矢？問題って一体何のこと？素材を手に入れたらあそこで会うとしよう。母の源へと続く門だ。あ、北の門？暗息の地の端の？そうだ。さあ行きなさい。まあ素材、いや気になることでもってちょっと聞いとこう。何か悩み事？いいや、何でもない。じゃあさらにさらに行くぞ。試練の後のこと？試練の後のことが心配なの。分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私は。やることが山積みだ。また後で話そう。はい。うん、じゃあ素材を集めに行きましょう。素材を集めに行く。でもカルストのところにも寄ってくる。アーロイ、あいつはお前と話すたびに掟を破っている。ありがたいことだよ。他の商人は異端者にトラップキャスターを売ってくれないからね。なら余分に買っておけ。今晩使うことになるだろう。不吉なこと言うな。分かった、北の門で。カルストってもしかしてさ、あれじゃない、前助けた男だよね、きっと。これ何？ロストの様子が変だ。おお、私がロストを見捨てるけどね。すげえ、なるほど、こういうのを見逃しちゃいそうだわ。マップを開く。はあ、こうやってマップ見んのか。あ、多分これだね。狩りでブレイズとシャードを集める。この黄色くなってるところが、まあ、目的地周辺みたいな感じが。そしたらスキル取ろうか。このサイレントストライクってのいいね。これあれだ、致命だ。あの気づかれてない時に大ダメージ与えるってやつだね。しかもコスト1で取れんじゃん。今コスト3あるんで、これは取ろう。これは取る。 OK 取りました。他何取ろうかな。え、これ強くない？静かなら着地、落下やジャンプでの着地時に全く音を立てず敵に気づかれてるんですよ。これも多分必須スキル臭い。これも取る。 OKOKOK。これも取っとくか。ヒーラー、薬ポーチでも回復を早くする。いや、で回復はね、早くできた方が絶対いいから、これも取っとこう。これも取る。
オッケー、とりあえずこの3つだね。なんか優秀なスキル、しょっぱな重いな。暗殺の地、この谷を越えたことは一度もない。それも試練で変わる。2日で答えが分かる。あと2日で母親が分かる。そして異端児とされたわけも。理由があるならばだけど。よし、じゃあ炎の矢の素材を集めるか。群れはどこ。なんかマジでアーロイたくましくなったな。やばいんだけど、なんか男口調だもんね。ん、いたな今。いるな。え、なんかいっぱいいるんですけど。いっぱいおるよ。いける？待って、さっきのサイレントストライクってやつ試すときじゃないか。こんだけ多いんじゃ、さすがに。ちゃうで、ちゃう？ほら、ほら、ほら。これいけるかな？あ、あの、ウォッチャーってやつ先に倒した方がいいんだっけ？これウォッチャーのこと撃ったらさ、バレちゃうよね。あら、これどうやって狩りすればいいんだろう。狩りすんのが難しい。純粋に狩りすんのが。ウォッチャー一撃で倒せる。あ、気づかれてない。あの馬がちょっと黄色くなってるぐらいで、ちょっとこれサイレントストライクいけるんちゃうの？自分サイレントストライクいいっすか？難しいな。難しいな。やばい、めっちゃ集まってきた。あ、一匹倒すと、他のやつらもみんな集まってくるんだ。調べ始めてる。うわ、剥ぎ取りに行けねえ。剥ぎ取りに行けねえよー。あ、青くなってきた。なるほどね。時間が経つと、みんな持ち場に戻っていく感じが。オッケーオッケー。これ、サイレントストライク無理そうだね。普通に撃つか。あれでしょ？あの、袋が弱点なんでしょ？気づかれた？気づい、あれ？あれ？あれ？なんか赤くなってる。やばいか、これ。あれ、バレてない？ウォッチャーがいるな。やばい。おー、行って。あ、ウォッチャーそこにいたの。やべやべやべ。くそ、狩り難しいな、おい。この野郎。うお、ほら。待って、あれやってみよう。近接攻撃やってみよう。近接攻撃、近接攻撃やるぞ。行くぞ。ほら、ほら、ほら。やばい、ちょっと、なんか いっぱい来た。あ、倒した、一匹倒した。あ、近接でも全然やれるじゃん。弓は使う必要ない。はい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 、オッケー。あ、意外と近接でもやれんだな。装甲を壊すためのだけのものじゃないんだ。いや、難しいな。結構難しい。これ慣れ必要だな、これ。でもこうやって剥ぎ取っていく感じは最高だね。モンハンと同じ。これは最高。そう、回避薬飲む速度はどんくらいなんだろう。あ、こんなもんか。てか、なんかやばい、めっちゃ天気悪くなってきた。バレるなよ。バレるなよ。この距離でもバレないか、全然。オッケー、そしたらサイレントストライクいけそう。いける。おら、倒した？お、倒したね。あ、サイレントストライクやっぱ強いじゃん。めっちゃ強い。やばい、気づかれた。そいつが、やばい、ちょっと大丈夫か？やっぱ味方っていうか、こいつらの群れの一匹殺すと気づくんだな。だがしかし、お前もサイレントストライク。完璧、完璧すぎる。で、見つかる前に即回避。あ、やばい、バレた、バレた、バレとるやないかい。見つかったら逃げればいいんだね。見つかったら逃げて個別撃破すればいいんだね。当たり前だけど、ある程度離れると見失うね。こっちだよ。気づいた？おれ、おれ、うわ、バカ、あっぶねえ。うお、すごい暴れてる、めっちゃ。はい、ダメージ、やべ、ダメージやべえな。はいはい。あ、できれば弓使わずに近接でやっていきたいな。あれ、炎の矢の素材も集まってるね。炎の矢バツ作れたね。作れた。そしたら、あとはあれだ、カルストと話して、トラップキャスターを取引で入手するだ。おめえも仲間と同じ運命を、たどりな。やば、サイレントストライク、これ、必須。サイレントストライク必須スキルだわ。さっき気づいたんだけど、あのさ、左上のさ、赤い HP ゲージの下にさ、なんか緑のゲージあるじゃん。あれが、
回復ゲージ、例えばこの今目の前に黄金の花ってあるから、これ取るとあれがアップするんだよね。でその分それを使って体力を回復するっていう仕様らしいね。今気づいたわ。ああいた。不安そう。不安そう。何やってんの。いやーこれはこれは異端児さんがいらっしゃった。ああ大いなる母よ。やっと気づいたか。誰かに見られてないかキョロキョロしてたみたいだけどな。気をつけろよ、首痛めるぞ。あんたがここに来るたびどっちにしろ痛い目に遭ってるだろ。取引する。前に来た時は確かトラップキャスターがあっただろ。まだある？あるよ。だがスクラッパーのレンズが必要だ。そりゃそうだろう。特別な武器は安売りできんさ。大丈夫。この前スクラッパーを倒してレンズも無傷で取り出した。本当に無傷かね。見せろ。あこうやって購入するんだ。へえ、トラップキャスター2箇所のアンカーポイントをつなぐトラップワイヤーが切れると爆発する罠を設置できる。へえ。とりあえず買おう。どうやって買うんだ。丸長押しか。トラップキャスター装備する。あここが弓だからこっちにじゃあ装備で。へえ。ほらトラップキャスターはあんたのもんだが狙う場所には気をつけろよ。いいな。衝撃のワイヤーがなくったって十分ハラハラする人生を送ってるよ。そうやってみるか。他に何かある。しばらくここに。後で戻って取引できる。ここにいるよ。あんたが買った機械から抜き取った部品をここに持ってきてくれ。いい部品ならシャードも弾むぞ。うちの在庫もしっかりチェックしとくんだな。もしかしたら試練を有利に運べるものがあるかもしれないぞ。さようなら。じゃあ取引成立だな。それじゃまたな。準備はできた。北の門でロストに会おう。それにしてもカルストも年取ったな。トラップキャスターを装備するには L1 長足でこれか。雷のワイヤー、こいつで試してみるか。そしたらこことここに設置して、これ自分が当たっても多分あれだよね。そしたら次弓矢か。弓、ちょっと待って、そっち行くだ。弓矢に切り、あ、オッケー、バレたバレた。ほらよ。あ、炎の弓矢使っちゃった。炎の弓矢を使ってしまう男。あれ逃げた。ちょっと逃げんのずるくない？え？何？なんだそりゃ。何今の。まあ、いや、ウォッチャーがいるからウォッチャーでダメですか。さあ来な、ウォッチャー。さあさあ、いい子いい子、そのままそのまま前に来い。そのままだ。なんかここで、ここここで、ここ、ほら来いよ。あ、食らった。はい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 。なるほどね。ダウンするのか。でもダウンするだけなんだね。武器改造アイテムを手に入れた。アイテム作成、ここで武器の改造か。そしたらじゃあこの狩人の弓をせっかくだから空きスロット。なるほど、2つあんだね。じゃあここの1つにこのダメージコイルっていうプラス 6% ダメージが上がる、これを装備してみよう。へえ、面白いじゃん。初改造。機械10体にステルスキル。いいね。今ステルスキルしまくってひたすらレベル上げてる。ひたすらレベル上げてるって言ってもあれから1番上がってないんだけど、右上にね経験値あるんで、ほらどんどんねステルスキルで増やしていってますね。やっぱレベル上げないとスキル振れないから、とりあえずスキル振りたいよね。こいつやればレベル上がるくさいかな。もうステルスキルも慣れたようなもんよ。はい。でこの死体につられてね敵がまた近づいてくるんで、あ、レベル上がった。いいね。ほらサイレントストライク、これ必須スキルだよマジ。このクリティカルヒットってやつもさ必須じゃね。転倒した敵に R1 で大ダメージ、あれだもんね絶対。さっきみたいにさ罠仕掛けてさそいつ転倒したけどさ、俺これ持ってなかったから大ダメージ与えられなかったけど、それ持ってれば大ダメージ与えられるんだもんね。これも必須だろ。あるよ。
炎の矢は？ある。安息の地の外から爆発の音がしたけど、言ってた問題ってあのこと？もう少しすれば分かることだ。夜を待つ。夜を待つ？え、何？トラップキャスターがある。カルストから前に言ってたトラップキャスターを手に入れた。あの不届きな商人がいくらで武器を売ったのか考えたくもない。安くはないけど、その価値はある。かもしれん。それも時期にわかるだろう。助けた人で合ってるよね、カルストって。違うのかな。何の教え？どういうことだ。爆発は安息の地の外だった。どうしようもできない。しかるべき時が来ればお前に教えてやろう。それまで待つんだ。ちょっとじらしプレイやめてよ。全然教えてくんないじゃん、ロスト。ねえロスト、考えたけど、試練を終えても縁を切るつもりはない。それは絶対にない。育ての親を忘れるなんてこと。アーロイ、接触は掟で禁じられている。知ってる。でも関係ない。義務を重んじるのは知ってる。でもこれまで私は掟に全てを奪われてきた。もうそんなことさせない。アーロイ、掟には従わねばならんのだ。やっぱりそう言うと思ったよ。ならこうしよう。こっそり会いに来る。見つからなければ面倒も起こらない。ロストが掟のせいで話さなかったとしても、私が話す。これは私の罪で、ロストは聞くだけ。それなら大丈夫。そうか、随分と考えたな。だろう。だから心配しないで、平気。ああそうだな。一休みしようか。夜までまだ時間がある。少し休んどく。そうだな、今夜は眠る暇がないからな。一休み休んどくって、あ、これか。まあじゃあとりあえず今回はここまでにしときましょうか。セーブ早くて、あーっと進んじゃったよ。異端者のために門を開ける。時として異端者にも敬意は払われるものだ。部族の掟ね。この先は沈黙を守らねばならないぞ。ここは安息の地の外だ。これこそが真の自然だ、アーロイ。かつてない脅威に直面するだろう。あの死骸、怪物か何かか。ソートゥースと呼んでいる。あれは新種、イカれる機械だ。10年前から現れ、多くの義勇兵が殺された。そう、ソートゥース、早く戦いたいな。シャード33めっちゃ落とすじゃん。冷却水、フレイズ、へえ。はい、とまあセーブしたいんで戻りたいんだけど、戻それ何これ、開けてくんない感じか。はい、ということでセーブポイントないんですが、ここまでにしときましょう。まあ連続撮りすればいいんでね。はい、なんだろう、神ゲーやな神ゲーやなこれ。海外のレビューでも100点満点を叩き出したそうですね。ちなみにゼルダも2日3日でホライゾンと、ゼルダが2日3日でこう連続で発売されたわけなんだけど、両方とも海外のレビューで満点を叩き出すっていうね。いや素晴らしいですね、素晴らしい。さよなら。